井上君としての再戦にもなっています、この準決勝。そして4番の鈴木信之、2連続ファイナルへ虎視眈々。やや動いたのは7番の谷口、赤番で8番の井上の横を通過、さらに紙吹き越しを追っていきまして、前と出た7番の谷口優真、中部近畿ライン外目からは8番の井上君としの進出で、8番の井上がバックで先行体制に入るか。残り1周半を切りまして、北日本の3人のペースとなりました。これで中段4番手に7番の谷口優真、中部近畿ライン。7番手や車間を切っています1番の上吹越直樹、ホームでぐんと位置を上げてスパートする体制。前では8番の井上もラストスパート、残り1周切りました。さあ逃げる8番の井上君とし、北日本ラインをめがけて長い距離踏んで1番の上吹越直樹、3番の佐々木健二が懸命な牽制も乗り越えてきました。1番の上吹越直樹最終バックを通過した。2番手5番の大久保達が続いて、その後ろ2番の植木和弘が3番手、後方ようやく巻き返して7番の谷口優真4番手まで来ましたが、直線に向いて1番の上吹越直樹が先頭、2番手争い接戦、2番の植木和弘と7番の谷口優真が1番の上吹越直樹ゴール、1番の上吹越直樹押し切りました。